こんにちは、中島塾塾長山本です。皆さん暑いですね。皆さん倒れないようにしっかり水を飲んで、ね、勉強仕事頑張ってください。では今日は N3 によく出そうな漢字を紹介したいと思います。ではまずね、これはあの折れ、折れと同じ、折れと同じですね。折れるとは、まあ、あのこう例えば転んで腕をこう、ね、怪我をして骨がねこうボキッと折れるとかね、骨、これが折れ、折るはなんかその例えば木の枝ね、枝わかりますか、枝をこうボキッとね、枝をね、これは自動詞だし、可動詞ですね。これ、折る。これもよく出ますんでね、気をつけてくださいね。あとね、でね、2つありますね。で、これはあの例えば、部屋を出るとかね。そのあるさあの場所からこう出るということですね。でちなみにこれは自動詞になりますね。自動詞です。こうおが来てますけど、こう場所が来る場合はこれ自動詞になります。これちょっと気をつけてくださいね。で出すは、はがきを、なんかその自分がこう行くんじゃなくて、自分がこうなんか出すね、あの書いたりとかメールとかね、そういう時に使いますね。はい、ではもう一つね、こちら、これもうまあ2つ、まあ、あるんですけど、はい、入る、これはまああの分かると思いますね。部屋出るの反対ですね。部屋を、に、はい、でこれはあの自動詞ですね。自動詞だし、あとこの入れるというな、カバンに、なんかそういう時に使いますね。これはちなみにこれは他動詞ですね。あ、これはこれは、これちょっとね、間違いやすいんで皆さん覚えておいてくださいね。はい、では今日はここまでにしたいと思います。それでは皆さん勉強頑張ってください。そして来週じゃなくて今週もまた皆さん、学生の皆さん来てください。さよなら。